大坂なおみに鑑賞のプリスコが私を応援するのは難しかったかもしれないが、テニス、女子テニス、トーレ、パンパシフィック、オープン最終日、23日、東京、アリーナ立川、タッピ、シングルス決勝で、全米オープンを、初制覇した、世界ランキング、7位の、大坂なおみ、20、日清食品が、第4シードで、世界8位の、カロリナ、プリスコバ、26、チェコに、4-6、4-6で敗れ、日本勢として、1995年、大会覇者の、伊達公子以来、23年ぶりの、優勝はならなかった。初戦の2回戦から3試合連続のフルセットで決勝に勝ち上がったプリスコが3試合すべてストレート勝ちだった。大坂とはショーモードに差があったが、劣勢をものともしない完勝だった。ツアーで過去1勝1敗の相手にはホームの大声援も飛んだが、私を応援するのは難しかったかもしれないが、皆さんの声援が励みになった。来年もまた出場したいと、スタンドを埋めた観客に感謝していた。関連記事、大坂なおみ、次戦の武漢オープンを欠場へ。大会ツイッターは、ウイルス性の疾患と発表。全米オープンで優勝した女子テニスの大坂なおみ、20。日清食品が女子テニスツアーの中国武漢オープン23日から29日を欠場することが23日発表された。大会公式ツイッターが英語で、残念ながら大坂なおみはウイルス性の疾患で武漢オープンの棄権を余儀なくされました。早く良くなってね、なおみと綴った。大坂の欠場は、女子ツアーの WTA 公式サイトでも伝えられている。大坂は、全米オープンで、日本選手として、初のグランドスラム制覇となる優勝を成し遂げた後、日本で、トーレ、パンパシフィックに、出場。決勝で、プリスコバに、敗れたものの、準優勝した。大会後は、このところ、ずっと、休む暇がなかったので、今は、とても、疲れを、感じている。全米オープンで、プレーをし続け、この大会でも、いい試合が、続けられた。自分自身、誇りに思える、一週間だったと、充実感を、漂わせつつも、疲労を、口にしていた。